こんにちは、ココです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画では新しいオラクルカードデッキの開封動画を撮っていきたいと思います。今回開封するのはこちらです。 The Wild Unknown Animal Spirit Deck and Guidebook ということで、キム・クランさんの作品ですね。こちらマスマーケットエディションになります。英語版の正規版になります。まあ、日本語版がね、最近ライトワークスさんから発売されたんですけれども、まあ、それに合わせてというわけではないですが、こちらも開封していきたいと思います。では早速ね、こちら開けていきたいと思います。こちらのチャンネルではこんな感じで新しいタロットカード、オラクルカードデッキの開封動画ですとか、タロットカードの意味の解説の動画なんかもアップしています。ご興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらですね、ずっと購入しようかどうか迷ってたんですけれども、 Amazon でですね、お値段が下がった時期がありまして、その時を見計らってというか購入をしました。はい、こちら重厚感がとってもありますね。私はこの方が作られている The Wild Unknown Tarot ですね、もう一つの丸い円形のオラクルカードデッキですね、 The Wild Unknown Archetypes だったと思うんですけれども、両方持っているので、まあ、こちらもですね購入したかったんですけれども、なぜかご縁がなかったので今頃になりました。まあ、ちょうどね、日本で日本語版が発売されたばかりなので、ちょうどいいかなという感じですね。はい、横はこんな感じです。これがですね、スリーブになってるんですよね。この方のデッキは他のデッキさんもみんなこんな感じのパッケージングになっています。で、裏はこんな感じです。はい、こちらはね、アニマルスピリットということで、動物さんのねオラクルカードになります。はい、スリーブはこんな感じです。そしてこちらが本体になりますね。これおそらく恐竜さんじゃないかなと思います。はい、真っ白ですね。あ、これはエレメントですね。エレメントが書いてあります。あ、そういえばですね、このデッキさんは確かエレメント分けされてたような気がしますね。はい、中はこんな感じです。こちらマグネット開閉になっております。 May you always be on the inner quest、ね、なんか自分の内側を深く探るのにいいデッキさんみたいですね。で、こちらがガイドブックになります。ちょっとね、ここが折れ曲がってますよね。はい、まあ他のねデッキさんのガイドブックと全く同じような感じですね。ちょっと中身見てみますね。はい、こんな感じで、おそらくこれ結構厚みありますね。207ページまであるので結構読み応えあるんじゃないかなと思います。だからでしょうかね、あの翻訳版すっごくお値段するんですよね。これが定価で40ドルぐらいなんですよね。で、私が購入したのは20ドル前後だったんですよね。なので、まあ、2000円前後なんですけど、ライトワークさんの日本語版は確か7900円とか8000円近くしたんじゃないかなっていう記憶なので、おそらくこの本の翻訳がすごく大変だったんじゃないかなと思います。かわいいですね、イラストが。 Understanding the deckかわいいですね。long, long ago。 まあこのデッキについてですね、おそらく詳しく書いてあるんだと思うんですけれども、 Natural Selection。 なんかイラストがかわいいですね。なんか全然趣向が違う感じなんですけれども、あ、エレメントについて書いてありますね。 Fire, Air, Spirit。 なるほど、この丸がスピリットなんですね。 Using the deck、 このねデッキさんをどう使っていくかっていうことで、 What's my spirit animal、 自分のねスピリットアニマルを理解するのにも使えるんじゃないかなと思います。 What to ask、 When to ask、 Caring for your deck。 まあね、どう使っていくかっていうことですよね。シャッフルと、こちらはスプレッドですよね。 Past, present, future、
past the obstacle 二枚引きですね。 relationship 結構スプレッドしっかり書いてある感じですね。 deeper insights なるほど。 the card order the food web なんかですね、このおそらくカードさんの並びにも意味があるんですよね。この食物連鎖のこれですよね。おそらくこれが関係してるんだと思います。 Apex Predators なるほど。 Wild Unknown Animal Spirit でこちらからがカードの説明ですね。2ページに1つのカードって感じです。はい。でそれぞれのエレメント分けされているんですね。でこんな感じでずっとデッキのデッキというかカードのご紹介ですね。でゴールデンエッグ最後にブラックエッグ。あ結構いろいろ書いてますね最後の方は。はい、で終わりっていう感じみたいです。はい、ということでこちらのねガイドブックも読まれると面白いんじゃないかなと思います。オラクルカードなのでやっぱりガイドブックあった方がいいですよね。タロットだと、タロットの知識があればガイドブックを読まなくても結構使えたりするんですけれども、こちらはねどうでしょうね。ガイドブックやっぱりあった方がいいのかなっていう感じがします。でこちらが本体ですね。この中にこのボックスの中にボックスが入っている形ですね。でこれもスリーブと全く同じ絵柄になっています。ホログラムがすごいですよね。後ろはこんな感じです。あーいいですね。はい、こんな感じでパカッと開けることができます。この箱なんですけど The Wild Unknown Tarot に比べるとちょっとですね作りが違うんですよね。なんかタロットの方はもっと頑丈な箱っていう感じだったんですけど、こちらはそんなに、普通っていう感じですかね。強度もそんなにっていう感じです。でも一般的なタロットの収納する箱としては、タロットというかカードを収納する箱としては全然使っていただけるんじゃないかなと思います。 2 feet, 4 feet, scales of height May our minds stay open and our wingspan wide 面白いですね。これは全部の動物さんのことをね言ってるんですよね。その二本足のね動物さんとか翼がある鳥さんとかね、いろいろなその動物さんのねことを言ってるんですけれども、はい、でこちらが本体のカードさんになります。手書きですね。こちらもリボンがついています。はい、中はねこんな感じです。無限大のレミニスケートがありますね。あー結構いいですね。はい、で大きさはですねおそらくスタンダードタロットサイズじゃないかなと思います。なのでオラクルカードの一般的な大きさに比べるとちょっとちっちゃいですね。そしてパッキングはこんな感じです。いいですね。確かタロットもこれが濃いブラック、なんかそんな感じだったんじゃないかなと思います。なんか出てますね。はい、全体的に白色基調っていう感じですよね。そしてカードストックはですねこれタロットとはちょっと違うカードストックですね。ちょっとびっくりしました。同じかなって思ってたんですけどちょっと違うみたいです。どっちかっていうとこっちの方が紙っていう感じがしますね。でも厚さはそこそこあります。薄い、若干薄い部類に入るのかなとは思うんですけれども、私は気にならないぐらいだと思いますね。はい、ということでこれから一枚一枚カードさんにご挨拶をしていきたいと思います。
はい、ではまず地のエレメントの動物さんから見ていきたいと思います。まずはトップバッター、ベア、クマさんですね。可愛いですね、このクマさん。小グマではないと思うんですけれども、なんか目が優しい感じでね、いいと思います。このエレメント光ってますね。このエレメントの覚え方なんですけれども、下向いてる三角形が女性のエレメントですね。だから地のエレメントと水のエレメントが下向きになります。でそれに対して男性性のエレメントですよね、火のエレメントと、あとはソード、風、エアーですね、風のエレメントは上向きの三角形になります。で地のエレメントはここに一本線が入ってますね、という覚え方に最近気づきました。こうやって個人的に覚えています。はい、次が Earthworm。 これはミミズさんですよね。なんか中が虹色でね、すっごく綺麗ですけれども、まあ確かにね、地中に潜っているので地のエレメントね、強いですよね。なんか根菜、根っこの野菜が結構グラウンディングに効くのと同じような原理かなというふうに思いますね。Earthworm、まあ、あんまりね苦手って思われる方も多いと思うんですけれども、まあね、とても重要なね役割を持っている虫さんでもありますよね。マウス、これはネズミさんですね。すっごく可愛いですよね。まあ、確かにね、この地上からこの地面から近いところにいる動物さんっていう感じがしますよね。はい、このねネズミさんもすごくなんかキラキラして、なんかすごく軽いんですよね。ちょっとハムスターにも見えるような感じがするんですけれども、すごくいいエネルギーだと思います。ラビット、ウサギさんですね。うん、今のところ草食動物でもないか。クマさんはね、草食じゃないですもんね。結構草食動物多いのかなっていう印象を受けたんですけれども、ウサギさんね、このウサギさんもなんか立ち上がってというか、2本足で立って何かね、こう感知してるみたいなね、そんな感じがしますよね。とても可愛いです。ラクーン、こちらはアライグマですね。あー、なんか言われてみると確かにアライグマは地の動物さんかなっていう感じがしますよね。日本にはアライグマはいないですよね、確か。アメリカっていうか、まあ、北米ですよね。たくさんいますね。フォックス、キツネさんですね。あー、なんか地のエネルギーっていう感じしますね。とてもね賢そうですよね。まあずる賢いっていう風に言われたりするんですけれども、いや、いいと思います。ずる賢さも賢さですよね。スネーク、これはヘビさんですね。中がフラワーオブライフになってます。でこれウロボロスに、ね、なってますね。ヘビって本当に神聖というかミステリアスな、ね、動物さんですよね。はい、次はバッファローですね。バッファロー、これって牛の仲間なんですよね、確か。はい、結構ね野生で北米とかにもいたりするんだと思うんですけれども、すごくね力強い感じで野生的でいいと思います。この後ろのね雷が鳴ってるのもね、すごく雰囲気出てますね。レム、これはヤギさんですよね。小ヤギかなですね。すごくね可愛いですよね。この後ろのね背景もすごく合ってますし、すごくなんかイノセント、なんていうんですかね、純粋というかイノセントな感じがしますよね。素敵です。エルクですね。これ鹿さんの仲間ですよね。これ新月、月食、日食でしょうかね。面白いですね。うん、すごくこの
角の部分がね、なんか燃えてますけれども、すごくエネルギーが高くて、なんとなくですね、ナイトっぽいエネルギーを感じますね。タロットのナイトです。 Dear 鹿さんですね。これはメスなのかな、それとも、小鹿さんかもしれないですけれども、すっごく可愛いですよね。なんか無邪気で、なんか奔放で、すごくいいと思います。 Wolf、 これは狼さんですね。おお、すごく雰囲気出てますね。なんかですね、すごく神聖で、なんかですね、ちょっと神とつながるというか、神の使いというか、神様からのメッセージを運んでくるみたいなね、なんかそういう感じを受けますね。スパイダー、これは雲ですね。すごく綺麗ですよね。虹色になってます。はい、雲さんね、なんかこれは全然雲が苦手な方でもいけるんじゃないかなっていうぐらいですね。この中に宇宙の神秘が詰まっているではないですけれども、なんかですね、そんな感じに見えますね。まだ地の動物さんですね。ホース、これはお馬さんですね。額に三日月が。確かにお馬さんってね、地のエネルギー強いかなというふうに思います。すごくね、賢そうでいいですね。なんか三つ編みしてありますね、たてがみが。いいと思います。でここからはおそらく水のエレメントですよね。クロコダイル、ワニさんですね。この目がね、すごく印象的で、すごくいいと思います。なんか目力ね、すごいビンビンっていう感じですよね。スティングレイ、これはエイでしょうかね。確かエイだったと思うんですけれども、スティングレイね、海の中にね、いますよね。なんかこれチャクラの色になってますね。面白いです。へー、なんかね、そういうこのチャクラのエネルギーをね、司ってるのかなっていう感じがして、なんかそう考えると、すごく神秘的なね、動物さんでもありますよね。フィッシュ、お魚さんですね。これはね、三日月ですよね。そうか、お魚さん、確かにタロットではお魚さんはですね、潜在意識からのメッセージとかを伝える役割、メッセンジャーみたいなね、意味合いを持ってるんですよね。なので、この潜在意識をこう表す、水の中にいて、あとね、この女性性を表す月ともすごく相性いいと思いますね。スターフィッシュ、これはヒトデさんですね。なかなかいいですね、このヒトデさん。すごく素敵だなと思いますけれども、スターフィッシュか、なんかどういうエネルギーなのかな、ちょっと私には分かりづらいエネルギーなのかなっていう感じはするんですけれども、なんかですね、自己主張はちょっと強そうな感じはしますね。オクトパス、タコさんですね。この頭がね、虹色ですごくカラフルでいいと思います。いやー、タコさんもね、なかなか、なんか生命力強いですし、いいと思いますね。美味しいですしね、食べると。ビーバー、ここからね、ちょっと変わりましたね。ビーバー、ビーバーは結構北米にいますね、野生で。結構自然がね、豊かなとことかに行くと、川にね、泳いでたりするんですよね。すごく可愛いです。すごくね、生産性がね、高い動物さんですよね。いつも働いているっていう感じです。オイスター、これは牡蠣ですね。オイスターか、なかなかいいですね。いや、ちょっと美味しそうだなっていう風に思ったんですけれども、なんかこれを見ると不思議の国のアリスのオイスターをね、思い出すなという感じがします。
turtle。 カメさんですね。緑ガメさんでしょうかね。なんかそんな感じがしますよね。すごくね、ちっちゃくて可愛いと思います。うん、なんかそのなんていうかな、タロットで言うとページっぽいエネルギー、なんかねそんな感じがしますね。 Frog、 カエルさんですね。なんかいいですね。なんか黒いのが垂れてきてるんですけど、なんか全然暗い感じっていうのはないので、すごくいいと思います。カエルさんですね。 Otter、 これはラッコさんですね。まあ、海にね住んでますよね。これもねすごく可愛いですよね。2本足で立ってるんでしょうね。好奇心旺盛、楽しむのが上手、そういう感じがねしますね。シャーク、サメですねちょっと怖いですよね。ちょっと雰囲気出してるんだと思うんですけれども、うーん、なんかねこれはシャドーカードっていう感じがします。自分の中の潜在意識の中にある恐れとか、そういう感情ですよね。それを表しているように私は見えますね。スワン、白鳥ですね。おそらくこれ水に映ってるんだと思うんですけれども、いやー綺麗ですね、白鳥さん。これね黒色になってるのがいいなと思いますけれども、白鳥さんってねすごく攻撃的なんですよね。優雅に見えるんですけれども、実はねその下ですごい努力をしていたりとか、すごいねプライドが高かったりとか、そういうのをね表してるんじゃないかなと思います。ドルフィン、これはイルカさん、かわいいですね。この色彩ですよね。色がすごくハッピーな感じで、いやいいと思います。これが出るとねすごく幸せなね気持ちになりますね。ウェオ、クジラさん、うん、イルカさんともねまた違いますね。でもすごく波動的にはすごく高くていいと思います。明るいですよね。すっごくね H を感じます。知恵ですよね。まあ、イルカさんもクジラさんもなんか宇宙の生物というかすごいスピリチュアル性高いね動物さんなんですよね。はい、ここからはおそらく火のエレメントですね。これはなので Fire Ant、 これはアリさんですけれども、 Fire Ant、おそらくアリさんの一種だと思うんですよね。すごいですね。なんかみんなで寄ってたかってっていう感じがしますけれども、すごくねなんていうかこう戦闘本能とか、なんかねそういうのをちょっと感じます。戦闘ともちょっと違うんですけれども、開拓者精神っていうのかな、なんかねそういうのを感じますね。ハイエナ、ハイエナですね。これはライオンキングのねハイエナがすごく頭に浮かぶんですけれども、面白いですね。これ半分にね月が半分になってますよね。夜のエネルギーが強いカードだなと思います。なので火なんですけれども、ちょっとですね陰のエネルギーも含んでいるのかなっていう感じで、やっぱりこれもその自分の中にあるこう隠れた欲望、隠れたっていうかこう抑圧された欲望みたいな、そういうのをね表してるんじゃないかなと個人的に思います。スコーピオン、これはサソリですね。うん、サソリ座ってね水の星座なんですけれども、これではね火の動物さんに分類されてますね。うん、確かにすごくファイアリーで攻撃的な感じはねしますよね。リザード、これはトカゲさんですね。うん、またね全然エネルギーが変わりましたけれども、いいですね。なんかこうひょうひょうとしているというか、すごくねマイペースで、うん、マイペースなんですけれども、なんか遅いっていうよりはこう自分のペースでひょうひょうとしているっていう感じですね。いいと思います。
はい、ではここで一度音叉による浄化をしていきたいと思います。よろしければ一緒に瞑想されてみてください。はい、では引き続き火のエレメントの動物さんを見ていきます。パンサー、これはヒョウですよね。黒ヒョウさんなのかな、見えますよね。目がねすごく綺麗ですよね、印象的で、攻撃的なんですけれども、なんかですね、ただの攻撃っていう感じじゃなくって、なんかもっと深さを感じるですよね。深い攻撃ってどういう攻撃なのかわかんないですけれども、なんかですね、感情的なものもちょっと含まれてるんじゃないかなと思います。あの、怒った時にアドレナリンがこうガーって出て、感情がこうワーって燃える、なんかそういうののね、エネルギーもちょっと感じますね。タランチュラ、これはタランチュラ、クモですよね。クモさんの一種。いやー、そうですね、まあクモさん苦手な方はね、これどうかなと思うんですけれども、そうか、なんかねすごい毒性強そうな感じがしますよね。なんか静かにやられるみたいな、そんな感じがします。はい、そういうエネルギーですね。キャノ、これはラクダさんですね。かわいい。そうか、これ火のエネルギーなんですね。三日月とねすごくマッチしてて神秘的に見えるんですけれども、まあ確かに、ね、砂漠の暑い中で生き残ることができるので、なんか内側にね火を、炎のエレメントを秘めてるっていう感じはちょっと伝わってきますね。ゲゼル、これはガゼルですよね。鹿の仲間なのかな、まあ、オスかメスかわからないですけれども、アフリカっていう感じがしますね。なんかアフリカを象徴する動物さんな気がして、これもやっぱりナイトに近いエネルギーなんですよね。どっちかっていうとナイトなんですけれども、風のエレメントもちょっと入ってるかなみたいなね、そういう感じは受けますね。チーターですね。この辺はねなんとなくわかるような感じがしますね。確かにすごい素早いですもんね、俊敏で。それはね、火がこうバーッと燃え上がるような、そういう感じがしますね。タイガー、トラさん、あ、いいですね、この額の三日月がなんかセーラームーンのね猫ちゃんみたいですけれども、なんかね可愛いですよね。すごい威嚇するような顔立ちなんですけど、でもなんか可愛く見える、チャーミングというか、そういう感じがね個人的にはしますね。コブラ、コブラですね。これもヘビのね一種ですよね。なんかアラビアンナイトとかねそういうイメージがありますけれども、そうか、これもね確かに火のエネルギーだなっていう感じはします。相手の動きを封じるではないですけれども、こう威嚇して見つめて、それでね相手の動きを封じてしまうような、なんかそういう冷たいエネルギーを感じるんですよね。面白いですね。確かに火のエネルギーなんですけれども、そういったシャープな冷たい部分もねあるんじゃないかなと思います。ゼブラ、ゼブラ
シマウマさんですよね。そうか、これも火のエネルギーなんですね。すごいね、これが綺麗ですけれども、そっか、まあ、確かに言われてみるとウマさんともねちょっとエネルギーが違うんですよね。火のエネルギー素敵だと思います。ライオン、これはね百獣の王ですし、火のエネルギーすごく感じると思います。すごく武田家しいっていうんですかね、威厳があっていいですよね。お、ゾウさんですね、エレファント。ゾウさんも火のエネルギー、そうか、燃えてますもんね、この鼻のところが、うん、ここにね、なんかサードアイみたいなそんな感じもありますし、あ、牙がね折れちゃってますよね。確かにゾウさんってね、こう戦うこともねできますからね。いや、素晴らしいエネルギーです。ここからは風のエネルギーですね。ということでモス、これはモスですよね、が、苦手な方もね多いんじゃないかと思いますけれども、風か、確かに言われてみるとね風っていう感じがしますね。うん、やっぱりこうメッセンジャーとかね、そういう感じなんじゃないかなと思います。バタフライ、これは蝶々さんですよね。まあ蛾に比べるとね全然綺麗ですけれども、そうか、蝶々さん確かにね風のエネルギーだと思います。そして蝶々さんといえば、確か死んだ人のなんかメッセージを運んでくるじゃないですけれども、そういう感じなんですよね。なのでやっぱりねメッセンジャーっていう感じするなと思います。バット、これはコオロギさんじゃなくて、ダメだ、やばい、全然出てこない日本語が、すいません、ちょっとド忘れしたので文字でね動画の下の方に出しておきますね。はい、すいません、日本語が出てきません。はい、うーん、そうですね、これもこれは月でしょうかね。すごくね感じ出てるというか雰囲気出てると思いますね。このね動物さんってなんか超音波でね仲間とコミュニケーションを取ったりするんですよね。なんかそういうなんていうか、この独自の表現方法ではないですけれども、なんかねそういう変わった独特な自己表現法っていう、なんかそういう感じを受けますね。Firefly、 これはおなじみですね、ホタルさんです。はい、すごくね明るくて、なんかこれ個人的には火のエネルギーっぽいんですけれども、そっか、風のエネルギーですね。なるほど、なんか本当になんていうかな、風の知らせではないですけれども、なんかねそんな感じでこうふわっと大切なことを教えてくれたりとか、そういうね感じがしますね。B、 これはミツバチさんですね。かわいいですね。うん、なんか太陽のねエネルギーを感じますけれども、確かに風っぽくもねありますね。すごく勤勉なんですけど明るくって、なんかこう人生を楽しんでるようなそんな感じがしますね。ハミングバード、これはハチドリさんですね。かわいいですよね。私ハチドリさんすごく大好きで、おそらくねこのハチドリさん私のスピリットアニマルの一つだと思うんですけれども、まあうちにですねバードフィーダーをかけているので、毎日ね来ますねこのハチドリさん。はい、すっごくいいと思います。なんか本当にハチドリってすごいんですよね。あのヘリコプターみたいに空中で止まることができるんですよね。ですっごいめちゃめちゃその1秒間にもう何回も羽ばたきをしていて、すごいんですよね。
なのでなんかすごいポテンシャルにあふれているというか、見た目にねよらずすごく可能性にあふれているみたいな、そういう感じがね私はしますね。Vulture、これはハゲタカですね。いやーなんかハゲタカっぽいですよね。ちょっとダークなエネルギーですけれども、これもねやっぱり自分のシャドウの部分なのかな。特にねなんか嫉妬とかそういうこう黒い感情っていう感じがしますね。 Crow、 これはカラスさんですね。かわいいかわいいですね。でなんかこれ地球っぽくも見えますよね。すごくいいと思います、まあ、カラスっていうのは魔術にね関係がある動物ですし、すごくね神秘的でいいと思います。青、これはフクロウさんですね。おそらく特定のねフクロウの種類だと思うんですけれども、いやーこれも可愛いですよね。あのタロットデッキ The Wild Unknown Tarot、 これでもね同じような こういう感じのフクロウさんが出てきてましたけれども、うん、これはねやっぱりこう賢さももちろんあるんですけど、なんていうかな、無邪気さ純粋さ、それもね感じますね。 Dragonfly、 これはトンボさんか、トンボさんですね。いやーこの涼しげな感じがねすごく合ってると思います。トンボさんもねやっぱり何かこうメッセージを運んでくるみたいな、そういう感じですね。なんとなくあのいいお知らせ、ラッキーのお知らせを運んでくるっていう感じがします。ナイリンゲール、ナイチンゲールですよね。私このナイチンゲールの鳴き声って聞いたことないんですけれども、まあね、美しいっていう風に言われてますよね。これは月なんでしょうかね。なんかちょっと月っぽく見えますよね。いいと思います。なんていうか自分の内側にあるものを外側に表現するみたいなね、そういう感じがしますね。あと才能を生かすとか、そういうのもねキーワードなんじゃないかなと思います。ピーコック、これはクジャクさんですね。クジャクさんの顔って本当にこんな感じなんですよね。おそらくこれはオスだと思うんですけれども、確かにクジャクさんはね風のエレメント強いと思います。なんていうかクジャクさんもね結構気が強くて、でやっぱりこうプライド高いですよね。自尊心が結構高いっていう感じがします。ホーク、これはタカでしたっけ、トンビ、タカ、確かタカだと思いますね。はいいやいいですね。これも火のエネルギーをちょっと感じるんですけれども、やっぱりね鳥さんなので風のエネルギーが強いかなという感じもしますね。本当に俊敏でなんかビジネスとかねすごくできそうっていうか良さそうですよね。商売とかなんか本当にとっさにこう判断をしないといけない時とか、そういうのの、そういう時にね助けになるようなエネルギーじゃないかなと思います。イーゴ、これはワシでしょうかね。タカより確かワシの方が大きいんですよね。まあイーグルといえばねアメリカの国鳥っていうんですかね。はい、まあ、ネイティブアメリカンの間でもすごく崇められている神聖な鳥だと思うんですけれども、これは本当に、キングのエネルギーですね。空のキングっていう感じがします。なんていうかすごく理性的で無駄がない、隙がない、そういう感じですね。はい、ここからはですねスピリットのエレメントになるみたいですね。まず最初がフィニックス、確かに不死鳥ですよね。不死鳥は確かに実在の動物ではないんですけれども、まあ、スピリットということでね納得する感じですね。でこのねスピリットホログラムですごく綺麗ですね。いいと思います。火のエネルギーも感じますし、なんか本当に
忍耐力とか諦めないこととか続けることとかそういうのにね良さそうですよね。Sea serpent. Sea serpent. おそらくこれはですね、なんていうのかな、海の、海蛇ですよね。海蛇でいいのかな。まあいろいろ種類とかはねあると思うんですけれども、いやなんか目玉みたいですよね。すごく神秘的な感じで、やっぱりちょっとウロボロスっぽいね感じですね。いやなんかこれはすごくエネルギー強いと思います。なんかね、神様からのお告げとか予言とかそういうのをね受け取るエネルギーっていう感じがしますね。なのでタロット占いとかカード占いされる方にはねいいんじゃないかなと思います。ドラゴンドラゴンだったんですね。これすっかり恐竜さんかと思ってましたけれども、ドラゴンということで、まあ確かにね空想上の動物さんなのでドラゴンのエネルギー感じるかな。まあどちらかというと私は恐竜に見えるんですけどね。古代からの H とか神様からの何て言うんですかね、 H ですよね。なんかそういうものをすごく感じますね。神聖で、本当にもう人知を超えてるっていう感じがしますね。ゴールデンエッグ、ゴールデンエッグ、これは何なんでしょうね。おそらく何か意味があるんだと思うんですけれども、ちょっとね私は存じ上げてないんですけれども、タロットでいう愚者のエネルギーみたいな、なんかねそういう感じがしますね。これから生まれるということで可能性もたくさん秘めていますし、これから新しい世界が始まる、そんな感じがねしますね。ブラックエッグ、ブラックエッグ、これもこれ後ろのね模様にちょっと似てますよね。ブラックエッグ、これは何なんでしょうね。これもねちょっとガイドブック見てみないとわからないなっていう感じなんですけれども、この卵はですねゴールデンエッグに比べると全然エネルギーが違うんですよね。ちょっと闇のエネルギーが入ってるかなと思います。ユニコーン、ユニコーン、まあ、これもね空想上の動物なので、おそらくこれ満月ですよね、後ろにあるのは。いやすごくね雰囲気出てると思います。まあ魔法のね力があるということで、なんか奇跡をもたらしたりとかそういうね感じがしますね。最後はコスミックエッグ、コスミックエッグ、宇宙卵ですよね。これよくねタロットでも出てくるんですけれども、いまだにね宇宙卵が何なのかってよく分かってないんですけれども、トートタロットにはねよく出てくるシンボルですね。はい、それにヘビさんが絡まりついているという感じでね、すごくいいですね。この虹色もね綺麗ですし、いいと思います。なんか本当にソースと一体化するみたいな、ワンネス、ユニティ、そういうねエネルギーを感じます。はい、全部のねカードが出揃いました。ではまた音叉による浄化をしていきます。とてもね素敵な絵柄ですね。
The Wild Unknown Tarot、 タロットをねお好きな方はこちらもすごくおすすめです。ということで次のセクションに移っていきます。はい、ではここからは選択式プチリーディングに進んでいきたいと思います。シャッフル終わりました。まあそうですね、結構紙質がマットなのでシャッフルはしやすかったですね。オーバーハンド、テーブルシャッフル両方ともやりやすかったです。で今回はですね、いつも通り3択で見ていきたいんですけれども、リーディングのテーマはですね、あなたのスピリットアニマルはということで、あなたのねスピリットアニマルが何なのかっていうのを見ていきたいと思います。で同時にですね、スピリットアニマルさんからのメッセージもいただきたいと思います。で人によってはですね、複数のスピリットアニマルを持ってらっしゃる方もいらっしゃるので、まあこれだけではないかもしれないんですけれども、おそらくそのあなたのスピリットにですね関わりがある動物さんが出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、では早速見ていきたいと思います。はい、まずは1枚目ですね。はい、2枚目です。はい、3枚目です。ではそうですね、まずカードを選ぶ前に目を閉じてですね、心の中で私のスピリットアニマルさん、私にメッセージをくださいっていう風に唱えていただいて、で目を開けてですね、その時に一番パッと目についた気になったカードを一つお選びください。はい、ではまずこちらのね左端のカードから見ていきたいと思います。はい、こちらスパイダー、こちらは雲のカードですね。でしかもこれ下向きなので地のねエレメントですよね。なのでそうですね、まあ、雲さんがスピリットアニマルっていうことなんですけれども、おそらくですね、まあ、クモさんはおそらくそのあなたが見ていないところというか、あなたが気づかないところであなたにいろいろとねサポートをしてくれている動物さんのスピリットなんじゃないかなというふうに思います。まあクモさんってね結構嫌われる動物なんですけれども、でもこのクモさんがいらっしゃるおかげで害虫を駆除してくれたりとかですね、あとまあ、日本ではねそのクモがいるお家は栄えるでしたっけ、なんかそういったねことわざみたいなのもあったりすると思うんですけれども、やっぱりその縁の下の力持ちというか、その影の部分でおそらくあなたのことを支えてくれてると思うんですよね。なのでそのあなたの気づいてない部分で、例えばそういろいろなところがですねうまくいくように取り計らいをしてくれたりとか、おそらくそのあなたにもわからないようなそういうところでですね、いろいろとあなたのことを助けてくれているんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、こちらがね出てきてくれたっていうことは、あなたにいつもねあなたのことを支えていますよっていう合図を送ってくれているんじゃないかなというふうに思います。なのであなたもですね、このスピリットアニマルさんにですね、いつもありがとうございますとかお疲れ様ですみたいな感じでねぎらいのね言葉をかけてあげると、おそらくこのスピリットさんも喜んでくださるんじゃないかなというふうに思います。でもしね雲が苦手な方だったとしてもですね、あくまでスピリットアニマルなので、その雲そのものを指しているわけではないんですね。なので安心してください。スピリットの次元ではですね、みんな同じというか光の存在なので、雲の形をしてあなたのそばにいるというわけではないので、エネルギーの次元での話なのでですね、安心してください。ではちょっとガイドブックからもですね、何か追加でメッセージがあるかどうか見てみますね。クモさんっていうのは繁栄をもたらしてくれるっていうことなので、そのハードワークですよね。しっかりと努力をすることによって
経済的な成功とか繁栄とか富を生み出したりとか、そういうことを象徴する動物さんなので、あなたのね、おそらくそのあなたの努力っていうのは報われますよっていうことも表していると思いますし、あなたのもとにその繁栄富をねもたらしてくれるスピリットさんだと思いますので、ぜひねこちらのスピリットさん歓迎してあげるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。では真ん中のカードさん開けてみますね。はい、こちらはスターフィッシュ、ヒトデさんですね。ヒトデさんが逆位置で出ています。そうですね、なんとなくですね、このカードを見た時になんかですね、エンターテイメントとか楽しみとかなんかそういうのがパッて浮かんだんですよね。なのでおそらくこのスピリットガイドさん、アニマルさんっていうのは、あなたがすごく楽しい気持ちになっている時とか遊んでいる時とかワクワクする気持ちになってですね、子供みたいに何か夢中になっている、もちろんね、夢中になって遊んでいるっていうのでもいいと思うんですけれども、そういう時にあなたのことをサポートしてくれてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そういう時間をあなたに与えることによってですね、その今を楽しむ、人生を楽しむことの重要さを教えてくれているんじゃないかなっていうふうに思います。私たちっていうのは過去にとらわれたりとか、過去にねあんなことがあったとか、あとは未来を心配してですね、ちょっとでも未来に備えるために今をね、今楽しめなくても頑張ろうとかですね、この今この瞬間自分の喜びを追求したりとか幸せを感じたりとか、そういうのを犠牲にしがちなんですよね。で、そういうところをこちらのスピリットさんが、あなたがそういう状態にですね陥った時に、その今楽しむことの重要性、今この瞬間に満ち足りた気持ちになること、楽しい気持ちになること、満足な気持ちになることっていうのをですね教えてくれている、その重要性っていうのを教えてくれているんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとはそうですね、水のやっぱりエレメントということで、そういう感情ですよね。結局私たちっていうのはその感情を得たくてそういうふうに目標を立てたりとかしてですね、もっと良くなろうとしたりとか、何かをね達成しようとしたりとかですね、あと何かを手に入れようとしたりするわけなんですよね。でも結局ですね、それって私たちはこれを手に入れれば、これを達成すればこういう気持ちになれるはず、幸せになれるはずと思って今を犠牲にして頑張っているわけなんですよね。でも今この瞬間に自分の気持ちっていうのを犠牲にしてしまうとですね、たとえ理想のものが手に入ったとしても、その後すぐにですねまた同じような心理状態に戻ってしまうわけなんですよね。なぜならば波動が現実化するからです。今この瞬間の波動っていうのが将来的に現実化するので、その将来的に幸せを感じたりとか安心したりとか、そういうポジティブなね感情を感じたいと思うんだったら、今この瞬間にもうその感情っていうのを先取りする必要があるんですよね。っていうのは、この今この瞬間に感謝できることであったりとか、楽しめることであったりとか、そういうものを見つけて積極的に味わっていくっていうことが必要なんですね。そのこともこちらのね、ヒトデさん教えてくれているように思います。ではちょっとガイドブックの方も見てみますね。そうですね。あとですね、このヒトデさんの性質として、その
見た目の美しさっていう部分があるみたいなんですよね。でそれはもちろんいい意味でも出てきますし、悪い意味でも出てくると思うんですね。で特にこちらのねカードっていうのは逆位置なので、おそらくねその悪い意味の部分を忠告してくれてるんじゃないかなというふうに思います。つまりその表面だけにこだわってですね、表面だけを取り繕ったりとか、表面上のことだけを求めてしまうと結局失敗しますよ、うまくいかないですよ、結局あなたは幸せにはなれないですよ、あなたがその表面を取り繕うことによって得ようとしている感情っていうのは表面にフォーカスするだけでは得られないですよっていうことを言ってくれてると思うんですね。なのでその表面の部分にこう囚われてしまっている、固執してしまっている、これ絶対これしないととか、絶対これをね達成しないとっていう風にちょっとですね執着してしまってるなっていう風に感じた時は、自分がそれを通して一体どんな気持ちになりたいのか、どういう感情を感じたいのかっていうのをですね考えていただくと、その表面からそこにアプローチしなくても、もう自分の内側からそこにダイレクトにアクセスすることってできるんですよね。安心感を感じたりとか、幸せを感じたりとか、人とのねつながりを感じたりとかっていうのは今この瞬間にどれもできることなんですね。なぜならば自分の心の中のことなので、心の中のことっていうのは外界にですね、外の世界に影響されずに自分で変えることができる、決めることができるんですね。なのでそういうところもですね、こちらのカードさんがアドバイスとして言ってきてくれていると思います。はい、以上です。では最後にこちらのカード見ていきます。 Lizard、 こちらは、トカゲというか、まあ、爬虫類ですよね。爬虫類の、まあ、トカゲなのかな、逆位置で出てますね。こちらは、まあ、火のねエレメントですよね。まあ、トカゲといえばねサラマンダーなので、タロットでもねあのワンドのカードによく出てきている動物さんなんですけれども、なので火を表すんですよね。そうですね、こちらのスピリットアニマルさんはですね、おそらく情熱っていう部分が結構大きいのかなっていう風に思っていて、そのこのスピリットアニマルさんはあなたがその自分の情熱をですね追いかけたりとか形にしたりとか、そういったことをサポートしてくれる動物さんなんじゃないかなっていう風に思うんですね。でトカゲさんとか爬虫類さんってね、結構表面の皮膚が分厚かったりして、あの結構ですね、なんていうかな、その自分の内側をその皮膚で守っているっていう部分もあるんですね。つまりその自分の内側に秘めている情熱の炎がですねこう消えてしまったりとか、影響されないようにって、あの強い皮膚で守っているわけなんですよね。なのでそういった感じでですね、このスピリットアニマルさんもあなたのその内なる情熱の炎ですよね、それがこう消えないように、もっと大きく燃えるようにっていうのを普段から応援してくれてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、爬虫類ね苦手な方多いと思うんですけれども、まあこちらはですね、どちらかというと大きめのトカゲさんなんですかね。なのでもしかしたらあのイグアナとかあれぐらいのね大きいトカゲっぽい動物さんももしかしたらね含まれてくるのかなっていうふうに思うんですけれども、どっちかっていうと、まあ、ちっちゃいトカゲさんもそうかもしれないんですけれども、結構ね大きさあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので本当にそのあなたのことをプロテクトしてくれているっていう感じですよね。守護霊さんみたいな感じに近いんじゃないかなっていうふうに思います。で特にそのあなたがそのクリエイティブな炎を発揮したりとか、あとやりたいことですよね、追求したりとか、何かですね心の中でこう情熱を燃やしたりとか、そういうのをすごくサポートしてくれていると思うので、なのでそうですね、何かこう
やりたいことがあるとか、自分のねこう人生をかけたいようなことがあるとか、またそこまでいかなくても、例えばね興味があることをやってみたいとか、そういう時はですね、こちらのトカゲさんのですねスピリットにお願いしてみるとサポートいただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。特にその自分の中でエネルギーが欲しい時ですよね。この内側から湧き出てくるようなエネルギー、自分をこう突き動かすようなそういったエネルギーが欲しい時っていうのは、こちらのトカゲさんですね、お願いしてみるといいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとガイドブックの方も見てみますね。直感にもね優れている動物さんなので、そうですね、その直感的判断が必要な時とか、そういう時もサポートをねお願いするといいと思いますね。あとですね、こちらのカード逆位置で出ていますので、今はそのご自分の情熱が定まらないというか、その何に対してエネルギーとか情熱を注いだらいいのかわからないとか、自分のやりたいことがわからないとか、ちょっとですねそういった感じで定まらないな、エネルギーがねそのどこに一点集中させたらいいのかわからないなっていう感じかもしれないですね。でもそういう時期って誰でもあります。でそういう時期を経て、それでも自分にはですねこれがやりたいって思うことを見つけたいとか、そういう風に願っていただくことで、結局少しずつですねそれを見つける方向に向かっていくんですよね。なのでそのお手伝いもしてくれると思いますので、ぜひですね今何かこう打ち込めるものがないとか、好きなことが何なのかわからないっていう方もですね、こちらのトカゲさんにお願いしてですね、そういうものが見つかりますようにお手伝いしてくださいっていう風にお願いされるといいと思います。はい、以上です。いかがでしたでしょうか。リーディングね全部終わりましたけれども、個々の動物さんのですね特徴とかちゃんと分かってないとリーディング難しいのかなって思ってたんですけれども、結構リーディングできるなというふうに思いましたね。まあ、こちらはですねキーワードとかが書いていないので、まあ本当に直感で受け取ったものとかですね、あとはその自分の中にある動物さんの知識とかも活用しながらですね、結構リーディングできたなというふうに思います。でガイドブックを見るとやっぱりですね追加で情報がいろいろ載っていたので、そのガイドブックの情報もですね取り入れながらリーディングをしていくといいんじゃないかなというふうに思います。でもこのカードの絵柄とあと動物さんですよね、そこからだけでリーディングしようと思ってもできるんじゃないかなというふうに思います。そうですね、まあ感想としてはそうですね、まあちょっとオラクルカードリーディング初心者さんには難しいのかな、ハードル高いのかなっていう感じはしますよね。なんかこのエレメントとかありますよね、このエレメントとかもやっぱり初心者の方はねわからないと思うので、なのでそうですね、ちょっと初心者向けではない感じがします。でもガイドブックをちゃんと読み込んでいただくとですね、リーディングに必要な情報は書いてますので、まあそのガイドブックもそんなに一つのカードに対してめちゃめちゃ情報が書いてあるってわけではなく、簡潔にね結構まとめられていると思いますので、まあガイドブックでこう一通り勉強をしていただいて、でそれからリーディングするっていうのも全然ありかなと思いますね。すごくこの絵柄に惹かれるとかですね、キム・クランスさんのアートが好きとかですね、The Wild Unknown Tarot とですねペアで使いたいとかいう方はすごくいいんじゃないかなと思います。まあ、日本語版がね出てますしね、それがねすごくありがたいですよね。なので日本語版のガイドブックを読んでいただいてもいいと思いますし、もうこの絵柄からね
リーディングできそうって思われる方はもう英語版購入されてもいいんじゃないかなと思います。おそらく半額ぐらいで、日本語版の半額ぐらいでね、手に入ると思います。いやー、ちょっと高いですよねオラクルカードで8000円、インディーデッキとかならわかるんですけど、やっぱりちょっとね、一般の方には手が出しにくいかなというふうに思うので、まあ、英語版もね、ご検討されてみるといいと思います。ということで、以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもチャンネル登録、コメント、高評価、とても励みになっております。ありがとうございます。では次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。